はい、今日はレッスンまとめ318です。座るのバリエーション4つ考えてみましょう。座る僕大好きなステップなんですけども、バリエーション考えるのが結構難しいなと思ってて、今日は大輝が気をつけている座るのポイントを含め4つ、紹介したいと思います。まず座るですね。このように渦を巻く、イメージのステップで、すごくハウスの重要なステップになります。こちらの気をつけている、体の使い方のポイントを特にちょっと最初に、お伝えしたいと思います。まずですね、基本アップ引き上げる感じで、軸足の前につま先をステップします。そしてツイストを入れていくんですけど、ツイストを先にし始めてからステップすると、いいタイミングでステップできると思います。あとこの腕の扱い方、結構脇の下から深い位置から手を動かしていくと大きくツイストが入ると思います。あとこの膝周りの運動ですね、膝周りも少しこう渦を描くようなイメージでやってあげると立体感が出ると思います。ステップするときにしっかりかかとと膝を立てて、そして、ツイストを大きく入れてあげる。そうすると、あと姿勢をですね、しっかり立ててあげると膝周りの存在感が出てくるんじゃないかなと思ってます。そしたらバリエーション1、アイソレーションパドブレ、座るをした後に後ろ足をアイソレーション、そしてパドブレから座る。はい、今日はこれが、割と僕の好きなテーマになります。はい、このようにちょっとこう独立させて動かすことによって、ちょっと後ろに目線を持っていって、でパドブレで流れを戻してあげると。はい、これ意外と脳トレになりますので、ぜひちょっと一回やってみてください。1,2,3,4,5,6,7,8 ツイストの流れから 1,2,3 かかとで踏ん張って押し返してあげるとパドブレにつながりやすいと思います。パドブレ中も少しツイストの余韻を残しておいてあげると、座るに自然につなぎやすいかなと思います。はい、バリエーション2、膝抜きとバウンスですね。ちょっと元気よく、バウンスしてみましょう。はい、このようにつま先でちょっと反復横跳びするような感じですね。でこちら斜めにステップの形をとっています。斜めにやるとね、すごいこう気持ちよくバウンスしやすいと思いますね。タン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 。はい、このように膝抜きですね、シャッフルとかで使う技術のステップの仕方です。はい、あとこのタンタンタンの時にちょっとお尻を使って、リズム取ってあげると気持ちよくダブルが取れると思います。バリエーション3、ピボットターンですね。はい、こちらちょっとスピーディーな動きになりますが、ぜひちょっとトライしてみてください。引っ張っていく動きで後ろに反転したら、ピボットターンを使って前向いてダブルですね。はい、ちょっと素早いんですけども、で後ろのピボットターンするときに、2つ目にやったら膝抜きですね。こちらの膝抜きをうまく使って、まあ、膝抜きというかうまく、床をタップした勢いを使って前に反転して戻ってきてあげる。あとこの体、肩をずっと引っ張り続けてスピンするような感じでやると、スピードに乗った状態でステップも気持ちよく踏めると思います。バリエーション4、ムーブバックですね。こちら座るといえばこの後ろにスーッとすり足で下がっていく動作、これがすごい僕的には、象徴的な動きになってます。はい、後ろに、等速運動をしながら、うまく、すり足を使って座るをしていく。はい、このように滑らかに動けるとかっこいいと思います。そしたら、最初